初日12レース走られます福井の脇本選手です。よろしくお願いします。お願いします。なんと新納杯は4年ぶり。4年ぶりですね。前橋を優勝した時以来。そう、まあちょっと怪我とか、まあ、出場尺とか、まあ、いろいろあってちょっと出れなかったんですけども、はい、ヤヒコはあんまりいいイメージがないとちょっと見かけましたけども、まあ、決勝にはいけるけど、なんか自分が納得できるレースができてないなっていう印象です。で、今回の前走熊本記念決勝まで行かれましたけども、結構動きは今までよりもよく見えたんですけども、状態面としてはどうでしょうか。良くもなく悪くもなく、なんか普通っていう感じですね、はい、やっぱりちょっと感覚空いたっていうのもありますか。感覚空いて少し、まあ、落ち着けばそれなりに、まあ、体の感じは戻ってくると思うので、はい。で、明日の理事長杯なんですけども、まあ、近畿は一人ですけども、戦い方はどうされますでしょうか。もう短期で一発しっかり狙いたいと思います。最近はやっぱり番組の構成などもいろいろあって難しいレースも多いと思いますけども、まあ、特に横とか得意なわけではないので、まあ、そのあたりはちょっと苦戦は強いられるのは間違いないかと思ってます。で、内容もやっぱり G1 を取っていくのが一番いいと思いますけど、賞金ランキングは7位ということで、まあ、ボーダーですからね、はい、ここでなんとかちょっと競輪祭よりはまずここの方がまあそうですね。ただ、まあ、競輪祭のタイトルも欲しいと思ってますし、まあ、そのあたりはしっかり力出し切れるように頑張りたいと思います。わかりました。では、最後に4日間の意気込みをお願いします。はい、4日間力いっぱい精いっぱい頑張りますので、応援よろしくお願いします。